イルヤス・マラエフは、ウズベキスタンの音楽家、詩人である。マラエフは1936年に、トルクメンソビエト社会主義共和国の丸で、エフライムとエリザベータの間に生まれた。両親は、ブハラユダヤ人であり、彼は、ウズベク SSR のブハラ付近にある、カッタクルガンで育った。彼は、バイオリンと共に、タールやタンブールの演奏方法を学び、シャシュマカームに系統した。 1951年、彼は、タシュケントに移り住み、国の支援を受けた、様々な楽団と共に演奏し、芸能人、喜劇作家、作曲家、詩人、シャシュマカーム演奏者として人気を博した。彼の公演には1万人以上のファンが詰めかけた。その後彼はウズベク SSR 名誉芸術家として、表彰された。ソビエト連邦崩壊後の1994年、 マラエフは何千人ものブハラユダヤ人と共に、アメリカ合衆国へと移り住み、ニューヨーク市のクイーンズ区に住居を構えた。マラエフは、祖国で出版した詩の実績を持たずに移り住んだ。タメウズベキスタンにおける名声や人気からは、かなりのステップダウンとなったが、彼の受けた制限は反ユダヤ主義もしくは、ソビート連邦の文化官僚によるものであった。 彼は2001年11月15日にアメリカ合衆国市民と認められた。マライフは2008年5月2日に72歳で亡くなった。死因は水癌だった。2011年5月29日、ブハラユダヤ人やウズベキスタンの演奏家の尽力などもあり、ニューヨークのクイーンズ区において、イルヤス生誕75年の記念コンサートが行われた。 ありがとうございます。